すいません、駅員さん。はい、どうされました？ここの終電まだありますよね。あるんですが、もう間に合わないかと。え？何時ですか？20時59分です。あと5分ぐらいあるじゃないですか。いや、もう間に合わないかと。5分あればホームまで行けますって。いや、ちょっとお客様なんだ？先が見えないぞ。お客様、だから言ったじゃないですか。何なんですか、この駅は。ここドア駅は日本一のモグラ駅です。モグラ駅？はい、下りホームに行くのに462段の階段を降りないとなんです。道理で長かったわけだ。それじゃあお客様、上へ戻りますよ。無理。すいません、キーさん、遅延症ですか？90分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼しまーす。おい、カズキ遅かったな。いや、電車止まっててさ。あ、生徒手帳持ってきたよな。え、待って。え、マジで？次の学年集会で使うぜ。ちょっと購買行って買ってくるわ。すいません。あれ、カズキどうしてんだ？げ、よりによって生徒指導の榊原かよ。あの、生徒手帳を。何？あれだけ忘れるなって言ったのに忘れたのか。すいません。まあ、どうにかしようとする姿勢は素晴らしいぞ。今日は先生が買ってやるわ。え、ありがとうございます。ついでにクルトガもいいですか？たく、特別だぞ。ん？あの子かわいい。どこ校の子だろう。あんな子と付き合えたらな。まもなく列車もあります。ご注意ください。あれ？こっちに走ってくる？あの子もしかして俺に気があるんじゃ。まもなくドア閉まります。乗ります。あれ、ホーム間違えただけかい。すいません、キンさん、遅延症ですか？10分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。おはようございます、城崎くん。おー、はい、教育実習の湯沢です。よろしくね。あ、お願いします。電車の遅延？はい、これ遅延症です。はい、じゃあ席座ってください。湯沢先生は彼氏いるんすか？え、いきなり何ですか？いや、可愛いんで絶対いますよね。いません。え、嘘だ。いつからいないんすか？いません。え、じゃあうちの担任はありっすか？絶対なしっすよね。何を騒いでるんだ、城崎。湯沢先生が困っとるだろ。あ、すいません。城崎くん、これだね。何事だ。すいません、金さん、遅延症ですか？20分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。おー、星野、遅かったな。電車が遅れてまして。あー、そうか、今修学旅行のバスの席が決まったところなんだよ。え、俺の席は、うわ、田中の隣かよ。問題ないようならこれで決定するぞ。ゆなちゃんの隣が空いてる。結構前の方だな。星野、どうしたんだ？これを使うしかない。先生、僕バス用意するんです。あ、そうなのか。それなら星野は前の方がいいな。よし、来た。ゆなちゃんの隣、ゆなちゃんの隣。じゃあ先生の隣で。傘忘れてきちゃった、どうしよう。うん、え、うん、え、貸してくれるの？でもいいの？あ、ありがとう。おい、お前、そんな濡れたまま電車に乗るんじゃねえ、迷惑なんだよ。すいません。さっさと降りろ。はい。あの、これ使って。あ、私のせいでごめんね。大丈夫です。うちの学校の1年生だよね。はい。傘貸してくれてありがとう。あ、かっこよかったよ。ちょっと無理しすぎだけど。あ、うん、はい。次ので一緒に乗ろっか。はい。あ、ちゃんとハンカチ洗って返してよ。はい。すいません、金さん。はい、どうされました？夏休みに文房具サークルのみんなで旅行に行きたいんですけど。いいじゃないですか。でも決めるのがだるいんですよ。じゃあサイコロで決めちゃいます？サイコロで？サイコロの出た目で行き先が決まるサイコロ切符というものがあるんです。面白そう。どこへ行けるんですか？北陸から九州の全7駅で、運がいいと博多にも行けちゃうんです。マジっすか？でも僕ら金欠ですよ。そんなこと知ってますよ。なんとこの切符、大阪から往復でどこでも5000円なんです。それは熱い。僕ら全員で6人なんですけど大丈夫ですか？完璧です。よしよしよし、早速ネットで購入します。ありがとうございます。博多、博多。必ず出るとは限りませんよ。え、どこになりました？岡山です。いってらっしゃいませ。すいません。はい、どうされました？10分の遅延症ください。どうぞ。あざーす。それでは
徳川家康が開いた幕府は何と言うでしょう。失礼します。レイナ遅刻か。いや電車の遅延です。ん、なんかタバコ臭いな。レイナ、カバンの中見せなさい。は？無理です。見せろって言ってんだろ。セクハラで訴えますよ。たく、じゃあクラスメイトだったらいいだろ。いいですよ。じゃあ翔平チェックしてくれ。僕っすか。はい。何もないっす。じゃあ席座っていいぞ。すいません、金さん、新章ですか？20分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。浦安くん遅刻ですか？いや電車の遅延で。そうですか。本日はペアを組んだ相手の顔を模写してもらいます。模写？浦安くんのペアはアミさんですね。え、可愛く描いてね。あ、はい。よりによって先生でも手がつけられないヤンキーのアミかよ。できました。見せて。殺しちゃおうかな。すいません、キーさん。どうされました？遅延証ください。今日は遅れてないですよ。すいませんでした。失礼します。北島、遅いぞ。寝坊しました。夏休みだからって浮かれてんじゃねえぞ。すいません。え？嘘だろ、学年一のヤンキー女ひまわりが補習に来てる。じゃあひまわり、あとは頼んだぞ。はーい。え？ちょ、何やってんの。課題の説明するから早く来て。あ、はい。じゃあまずこの公式を覚えて。そっからだから。はい。この夏休みで何があったんだ。絶対合格するよ、慶応。え、あー、ちなみに最近見た映画は？は？ビリギャル。やっぱり。すいません、金さん。はい、どうされました？20分のください。30分におまけしときますね。ありがとうございます。先生、遅れました。さあな、遅かったな。電車の遅れです。そっか、今日はソフトボールやってるから次バッター行こっか。はい。先生。どうした？好きです。え？おお、ありがとな。でもな、さな。分かってます。卒業したらワンチャンありますか？卒業できたらな。待っててくださいよ。でも今のままだと成績1だぞ。分かりました。おい、さな。うん。はあ、こりゃ5だ。はあ。綾乃、そろそろ終電じゃないの？あ、やばい、もう行かないと。あとは俺やっとくから帰っていいよ。でも悪いよ。いいって、俺歩いて帰れるから。じゃあお願いね。お疲れ様。はい、最初列車発車します。ちょっと待って。あー、お姉ちゃんごめん、今出ちゃったよ。もうないですよね。ごめんね、今のが終電だったんだよ。わかりました。ふぅー、綾乃、電車乗れたかな。え、さあ終わらせるよ。終電間に合わなかったの？うん、インちゃんち止めて。おお、急展開。それではみんな、修学旅行の前に抗原検査を受けてもらいます。ここで陽性出たら終わりだよな。速攻帰宅だよ。じゃあこれを10分加えて待っててください。はい、全員の結果が出ましたので発表します。大丈夫かな。大丈夫だって。陽性者は2人いました。え、誰だ。まさき、お前だ。え、マジっすか？僕行けないんですか？まさき、残念だったな。しおりに告白するはずだったのにな。クソみたいな学校生活だったよ。それともう一人はしおりだ。え？マジで？非常に残念だが、まさきとしおりは同じ病棟で10日間隔離生活をしてもらう。まさきと一緒とか受ける。きとー。すいません、キーさん。はい、どうされました？30分の遅延証ください。どうぞ。ありがとうございます。みんな聞いてくれ、ピラミッドのてっぺんをやるはずの雄大が来てない。代わりに滝沢やれるな。は、はい。よし、みんなでサポートして絶対に成功させるぞ。はいはい、俺が支えるぜ。集中してくよ。すいません、雄大、てっぺん行きます。いけー。先生、自転車です。お前ってやつは